あったけこいつ食って返ししてくれや。カツ丼だ。今日裁判あって、それで決まる。え、今日裁判？何と戦ってるんだお前。この町ですよ。彼女がさ、他の男と寝たらどうしたらいいんだ。みんながいる前で話してた。怖い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 。兄貴って、お、好きな人っていますか？恋バナってやつか。おいし、お待たせしました。ありがとうよ。はい、よっしゃ、飯食え、飯。飯食わなくて大丈夫か。兄貴、飯ね。飯、おし、飲み物はあるんだけど、飯やね。そんなこともあろうかと。あっ、どうしても渡してもんがあるから、ちょっと待ってくるかい。あの、ケーキ少し短くするから。ちょっと、取ってくるからさ。あー、オッケーオッケー、待ってくれ。ありがとう、待ってくれ、ありがとうな、ちょっと。もう飯といえば、これ終わってなきゃ俺は気が済まねえ。いい酒。あった。よしよしよし。まだそら、ちゃんとレンチンしてきたからよ。熱々だぜ。あー、もちろんだ。冷えたまずい飯じゃなくて、あったかいものくれるのか。あったけこいつ食って、返ししてくれや。カツ丼だ。とある筋に頼み込んで入れてもらったんで。かー、兄貴かっけえ、マジで。ありがとう、兄貴。オッケー。じゃあもうすんじゃねえぞ、バカ野郎。次はもうカツ丼食いには来ねえよ。もうつらみすんじゃねえぞ。しょうがねえ野郎だぜ。誰かいませんか。あ、いるぞ。うわ、びきしょ。なんで？呼んだらそっちやで。ちょっとすぐ分かるぞ。上田か。どうした上田。いや、ちょっとさ、質問なんだけど。おう。メカニックの営業停止中に。おう。まあ、メカニックの業務。うんうんうん。と修理したりっていうのは。うんうん、うん、じゃん。営業停止中に修理したら。うん。ペナルティで廃業になるんだけど、うんうん、営業停止中にイベントした時ってどうなるんだろうって、うん、あー、なるほど。メカニックが必要なイベントってことか。そう、まあでもそれは事前に警察の狙いさんとか、あの市長とかに、あの許可取んねえといけねえと思うぞ、筋として。一旦聞いてみるか。いや、そうだな、ちょっとそういう事情があってやらせてほしいって相談するのがいいんじゃないか、うん、なるほどね。うんうんうん。なんか無断でやると多分やべえ。あのイベントとはいえ、それは言わなきゃダメでしょって怒られたら、グーの音も出せねえからよ。例えばレースイベント個人で主催します。はいはいはい。修理はしちゃダメだから、修理は他社にお願いするっていう、うん、あでもそれは別にいいんじゃないか、普通に。だって修理はしてねえもん いいんな。修理もステートにも出さずに、ただただ905名義でやるっていうのはどうなんだろう。まあそれも一応言った方がいいんじゃない、勘違いされちゃったらよ、ね。うん、まあ確かに確かに。うん、そうそう、それで喧嘩になって、もうさ、ややこしいじゃねえか。今日すぐやりたいって感じなのか、そのイベント。いや、全然全然。うん、でなんか例えばどうなるんだろうと思って、うん、てか今お前営業停止食らってんのか。うんうん、まだ。あ、まだって何、これから。今日裁判あって、それで決まる。え、今日裁判。そう。お前な、何と戦ってるんだお前。この町ですよ。マジと。でかいって言った。市長と戦います。なんかおお、それってあの23時です。23時？え、ちなみに一般で見に行くことは可能なのか、それって。見に行けますなんと。いや、なんか警察全員見に来るらしいですよ。警察全員。本当に。暇なのかよ。なるほど。了解了解。いや、ちょっと俺応援しに行くぜ上田。なんかいろいろ用意してんのか、戦える材料は。勝てます。勝てます。いや、大事になってんな、お前知らねえうちに。気づいたらね。気づいたらね。まあまあ、なんか落としどころ見つけるといいな、お互いにとってな。兄貴じゃん。ほら、銀河一、兄貴。兄貴。あ、なんだ？彼女がさ、おうおう。他の男と寝たら。え、まず、え？に？わ。どうしたらいいんだ？どうしたらいいんだ？しかもそれを彼女の口から。え？で、その後彼女に会ってほしいって、その寝た相手に。え、その男に会ってほしいって。ああ、え、話を聞いてほしいって。え、何、怖っ。え、だい、ま、ちょっと俺も今混乱してるんだけど、大事なのはお前の気持ちなんじゃねえか。今どう思ってんだよ。ぐちゃぐちゃだ。ぐちゃぐちゃだよ、そうだよな。そうか。え、で、いつ会うんだよ。まだな、その相手が起きてきてないんだ。誰か聞いてんのか。もう言わなくてもいいぞ、全然無理には。シャンクスだって。ギャンボス？そう。あいつ下ネタはめちゃくちゃ言うけど、なんだかんだ手は出さねえやつだと思うけどな。これちょっとこうなんか寝落ちもちもちみたいな、そんな感じじゃないのか、それって。ホテルで同じベッドで。まずいな。してないって。してない、もうしてないっつうんならもう一線越えてねえんじゃねえか、そりゃ。男女が二人でホテル行って寝て何もなかったんで。信用していいのか。まあ。
それを信じるのも一つの道なんじゃねえか。これはまあ信じてやって話を聞きに行ってもいいのかなとは思うけどな。どうすればいいんだ。いやあれなんじゃねえか、その寂しかったんじゃねえか。でなんか構ってほしくてボイラになんかちょっと事件っぽいことを起こしちゃったみたい。でもボイラのことは大事だから一線を越えなかった的なやつ。寂しくて他の男とホテル行ってネタはいいもののネタはいいもののよくないけどな、うん、まあでも一線はちょっと越えられない。あ、そうそうそう、そういうことだと思うけどな。だ、第三者誰か連れて行くのも一つなんじゃねえか、その場に。いや、みんながいる前で話してた。みんなで、ちょっと待って、怖い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 。え、何なんだ一体。え、何なんだ。2人で話があるって言ったわけじゃなくて。そうだよな。みんな複数人がいる中でこの話をされたんだよ。どういうことなんだ一体。え、何なん、ドッキリ怖っ。お前、何なんだ一体。どういう。かわいそうに。兄貴。どうしようするせ、おいら。どうとしてここで。どう判断するのが男なのか。やっぱお前がやりてえように筋通すしかねえよ。相手の気持ちばっか考えてちゃいけねえ。自分も本気でぶつかっていかねえとな。兄貴。おう、だボイラー。お前の全力を持ってぶつかっちまえ。俺の全力をぶつけるか。ああ、そうだ。わかった。うん。その上でだな。その上でよ。この出方次第では。案外すっきりするかもしれねえし。新しいことがわかるかもしんねえ。何言ってんのかお前。みんなに相談乗ってもらってるんだ。ボイラまずさ、ベキの話最後まで聞いたのか、そもそも。確かに。俺か聞いてくれたか、そういえば。聞いたよ。お、なんて言ってた。なんて言った。自分で聞いた方がいい。やっぱりそういうのは。でもシャンクスと寝たんだろ。語弊があるよその言い方には。語弊がある。でも寝たのは事実。直接彼女の口から聞きたくないか。いやもう聞いた、十分。十分聞いて、いやお前はそれ最後まで話を聞いてないよ。オルカじゃあ話してくれよ。オルカでいいのか喋るのは。オルカでいいよ。だからオルカがミキに聞いたら、うん、みんなで、うん、シャンプロの PV 撮影の下見のためにホテルを見に行ってみんなで、はいはいはい、みんなでね、シャンクズが、うん、なんかちょっとこっち来てって言うから行ったらベッドがあって、うん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 、ここも撮影するから、うん、ちょっと練習として横になってみてくれないかって言われて、うんうんうん、画角確認のために横になったら、うん、シャンクズも隣に寝てきたから、うん、これは良くないなと思ってメキは飛び起きたって言ってたぞ。だから何もなかったけど、ボイちゃんが最後まで話聞いてくれないって言ってたぞ、あいつ。シャンプロの皆さん、ユニオン怒りそうです。気合入れろボイラー。これはシャンクズが悪いんだ、これ、ブイラ。犯罪者側。これはシャンクズが やったってことか。やったな、俺。シャンクズもでも PV 撮影の確認のために、ベッドの確認をしたらじゃないか。横に添い寝したかっただけだろ、シャンクズは、それ。ちょっと美人さんの横で添い寝したいなと思って、なんか匠の話術で先に寝かせただけだろ、それ。メキーラ、お前、メキーラさんはそれの罪の意識に苛まれて、お前に言わなきゃ気が済まなかったってわけだよ。他の人の耳口から変に伝わるよりも何もなかったよって安心させたくて自分で言ったらしいぞ、胃の一番に。お前最後まで話聞いてやれよ。俺が早とちしたってこと。話しちゃった。聞け、寝たって言ったんだ。寝たって言ったんだぞ。今寝たって言ったな、言ったな。気が動転したんだよな。今一旦話し合った方がいい。今から謝りに行って。謝りに行こう。一旦まず自分の口から聞いた方がいいよ。そうだな。今行って、今。わかった、今行く。行ってこい。そうだ。万事解決だ、これで。あいつ気にしすぎて、オルカにメキに話聞いてきてくれって。そういうとこめめしいよな、あいつ。中学生かよ。俺こんな友達いないんだよ。お願いだよ、オルカって。中学生かわいいとこあんだよ、あいつ。うん、でもなんか全て筋が通ったわ。みんなの前でいきなりそんな大胆にと思って。お邪魔するぜ。俺は限界値、兄貴。兄貴。兄貴って。お。好きな人っていますか。恋バナってやつか。でも好きで言うとみんな好きだけどな。ああ、そういう好きか。でもそういう好きじゃねえんだろ、聞きてんのって。あ、そう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 。いやー。いつ以来だろう。ガキの頃以来ないぞ、そういうの。あ、そうなんですか。ガキの頃幼稚園の先生に。恋焦がれたぐらいじゃねえか。あれ、かわいい。かわいかった。ジェットコースター2人で一緒に乗ったことは忘れられねえな。ドキドキしたぜ。ガパタンの意味でね。そう、ちっちゃいジェットコースターだったらちっちゃいの。かわいい思い出ですね。懐かしい。でもそれ以来ねえな。まあでもあれはもう恋っつうか憧れだったのかもしんねえな。なるほどね。そっか、ないのか。なんだ、それ聞いてもらってんのかい。そ
そうですね。え、いつの気まずそうなことある？なんで？みんなって気になる人いるのかなって、この町に住んでる人っているのかなって思って、ちょっと頭の中でモヤモヤ考えてた時に、ほうほう、兄貴が参上ってきたので。あ、そうなのか。ちょうどいいタイミングで。まあでもやっぱな、付き合ってる人もいるぐらいだし、なんか恋仲になる奴らもいるからな。付き合ってる人がいて、うん、別の男の人と出かけするのって、それって浮気ですか？いや、それを受けて次第。あー、私が受けて次第か。どっちにしろ法には触れねえからな。やっぱ嫌だと思ったら嫌だって伝えるしかねえんじゃねえか。腹はどっち派なんで。私じゃないですよ。あー、そっかそっか。あ、そっか。あ、ごめんごめん。なんかそういう話かと思って、そうね。早とちっちまった。私はそういうのは全くないんですけど。ほう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 。なんか知り合いでそういうことがあったのか。あ、そうそう、知り合いで。知り合いでね。花もそういうのないからわかんないですよね、恋心ってやつ。あ、なるほど。なんかちょっとないからこそ憧れみたいなのあるよな、どんなワクワクするのかなみたいな。兄貴の好きはじゃあ、こう友達としての好きとか、そう、みんな仲間としての好きってことですね。そうだな、この町の奴らみんな好きだな。お、心が広い。もう悪い奴らにもそれ相応に信念があってな。うんうん、話してみると悪くねえんだよ、なんだかんだ。警察やってって面白いぞ。いろんな人間見れら、いろいろ信念があんだよ、みんなな。兄貴めちゃめちゃいいこと言うじゃないですか。いやいや、バカよせ、大将で言ってねえ。もしなんかおもろい話聞いたかったら俺リサーチしとくで。じゃあそういう話、浮ついた話知りてんだろ。知りたいですね。まあ俺も興味ないと言ったら嘘になるからな。恋愛探偵兄貴ですか。そうそうそう、はい、俺がこのデカの経験を生かしたどり着いてみせる答えに。必要とあらばキューピッドにならんこともねえな。あ、熱っ。頼れるぜ兄貴。ありがとうございます。助かったぜ。よいしょ、気をつけてな。ありがとうよ。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも待ってます。